北海道宗谷郡の一宗谷郡は、北海道宗谷総合振興局の郡、人口2675人、面積589.97桂平方メートル、人口密度4.53人、桂平方メートル。以下の一村を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記一村に、輪っかなを加えた区域にあたる。 江戸時代の宗谷軍域は西江戸地に属し、慶長8年、正木藩によって、宗谷に、利尻、礼文、唐布島を司さ,さどる役宅が置かれた後、状況2年以降宗谷場所が開かれていた。公益の拠点や、藩の出先機関でもある運城屋では、住民の部位政策であるおむしゃも行われた。巨場の状況については、北海道における二診漁師も参照されたい。 天明2年よりも前に、カラフト大泊まりにも文社があった五福島神社が、天明5年には、宗谷大見和宮和牛が創建されている。江戸時代後期になると、今日は3年には、マミヤ林蔵が西江戸地の測量を行った。マミヤは、文化5年と同6年のカラフト倒査の際にも、宗谷を訪れた。また、南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え、 文化四年宗谷軍行は天領とされた。この時は藍津藩が警護を行った。文化六年以降、津軽藩が宗谷に出張陣屋を築き警護に当たった。文政四年には一旦、正木藩領に服したものの、安政二年再び天領となり、今度は秋田藩が出張陣屋を築き警護を行った。同三年には、薄禅光寺の住職、 聖誉誉旋会と宗谷場所請け負い人藤野家の宗谷、支配人、久米屋八重門らによって、太平山小寿院ご国寺が解散されている。同六年以降は、宗谷三崎周辺が引き続き函館奉行、御預かり所、その他は、秋田藩領となっていた。松浦武四郎は、校下三年のほか、向山玄太雄に同行した、安政三年と、同五年にも宗谷に立ち寄っている。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、宗谷軍が置かれた。北海道1.29町村政志工事の宗谷軍の町村平成18年度秋田県公文書館、企画展秋田藩の解剖警備。ありがとうございます。